どうもたっちゃんです。皆さん掃除機って自宅で何使ってますかね。自分の場合はね、ダイソンシリーズをメインで使ってます。で、V6 かな、これまで使ってた。最近はもう車とかね、車内用にこちらは使ってるんですけど、現在ねメインで使ってるのが、ダイソンの V10 っていうねやつですね。結構評価も良くて使い勝手もいいなって思うんですけど、これって、自分の場合だとメインはリビングで使ってます。で、寝室ではね何使ってるかっていうとこちらです。ルンバね、ルンバっていうのかな、はい、を使ってるんですけど、自分が使ってるやつがアイライフの V5S Pro っていうのを使ってます。でこれね以前レビューしてるんで、気になる人はちょっと概要欄から見ていただければと思うんですけど、これね寝室結構使い勝手が良くて、僕ずっと使ってて水拭きもできるんですよ、雑巾がけというかね。それも重宝してるんですけど、で今回ね提供がありまして、メーカーなんて読むのかな、強ボルっていうんですかね、細胞バッグの E20 って言えばいいのかなっていうのが届いたので、ちょっとこちらをね、早速ね開封して、やっていきたいなっていうふうに思います。今回からねこのアレクサ対応って言って、タブレットとかスマホ側でねなんか操作ができるみたいです。はい、中身こんな感じです。すごいね、なんかセットアップガイドも日本語対応になってますね。ユーザーマニュアルもこっちですねあります。こっち何なんだろう、アプリ専用のガイドになってます。はい、これがついてます。はい、こんな感じです。すごい、あ、なんか超高級感あるよこれ。いいね、新しいっていいね。はい、ではこれでゴミを取るための底につけるやつですね。これでしょ、それと汚れを落とす時のハケかな、ハケがついてて、あとフィルターですね。フィルターは一つついてます。あとは充電スタンドね、アイライフも一緒なんですけど、バッテリーがなくなったら自動でね、スタンドのところに行ってくれます。これがついてます。なのでスタンドもついてますね。スマホだけの操作じゃなくてちゃんと、リモコンもついてくれてます。充電スタンドの、充電ケーブルもねついてますね。今回ねなんかねシールみたいな感じになってるんですけど、これマグネットなんですけど、要はコードとかね、あるところ、コードとかがいっぱいあるところはこれでマーキングしておくって言えばいいのかな、しておくとそこのね範囲はね入らないでくれます。あとそれを固定するための、両面テープかながついてます。はい、以上になります。背面がね、なんだろうこれすごいなと思った。なんかね今までにない、まあ口も大きいんだけど、針金がねなんか入ってます。どうなんだろうこれ。ちなみに今まで使ってたアイライフに関してはね、ほら口がね小さいんですよ。なのでこれがどんだけ違いが出てくるのかなっていうふうに思いますね。硬いな。普通に硬かっただけですね。ちょっと力強く入れないとダメっぽいです。でね、電源はねここにあります。お、これでオンになるのか、でね、ゴミ取るときがここですね。ここを下カチャッと引いて引く感じ、するとこんな形で出てきます。で、あとはここ引っ掛けてこういう形で、でこれがフィルターか、フィ
ィルターがもう先についてくれてますね。なので予備が1個ある感じですね、フィルターで引いて、ここもう1回押したらこんな風にパカッと外れてくれます。こうなってんだね。で OK かな。ここでこんな感じですね。はいはい、次にね、アプリのダウンロードなんですけど、ユーザーガイドに載ってるので、この QR コードからねアプリをダウンロードしていきます。はい、でね、まずね、アプリをダウンロードした後にアプリを起動させると、アカウントがありません、アカウントを作りましょうっていう風に出てくるので、こちらで、新規アカウントを作ります。で、まあ、サインアップでね、自分の国名を選択して、メールアドレスと、あとパスワード、あとね、そのメールアドレスを、送った後にね、検証コードって言って、その登録するメールアドレスに、コードを、送信されます。で、そのメールアドレスに届いたコードをね入力すれば、アカウント作成ができるようになります。なので利用規約にね、チェックを入れてアカウントを作成をします。その登録ができたらデバイスを追加ってあるので、デバイスのね追加をタップすると、まあ、こんな風に、モデルが、いろいろ出てくるんですけど、自分の場合は、E-20 っていうことなので、それを選択します。で、まあ、今回はね、Wi-Fi の標準モードでデバイスを追加しようと思うので、ここから、とりあえずね電源を入れます。はい、で電源を入れて、入れると、Wi-Fi の状態がインジケーターが高速点滅してますってあるので、これでいいのかな、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、わテカ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 してるでしょう。このね、E-20 に関しては 2.4GHz のみサポートしてるみたいです。で、2.4GHz の自宅のね、アクセスポイントに、接続します。はい、ということでね、自宅の、アクセスポイントに追加されるとね、こういった画面が出てきます。で、右上のねちょんちょんちょんを押すと、デバイス名のね名称とかを変更すること、編集することができるので、まあ、どこで使うかっていうのをね登録しておけばいいのかなっていうふうに思います。はい、でね、次にね、これがねアレクサに対応してるということなので、まずね、その設定をやっていきたいなっていうふうに思います。今調べてみたんですけど、スキルとゲームのところで、スマートライフに入れたを検索して Enable to USE をタップしてくださいってあるんですけど、全く出てこないんですよ、それが。なのでちょっと調べます。はい、ということでですね、翌日になっちゃいました。で、結論から言うとね、ちょっと分かんなかったので、サポートの方にねメールをね投げたら、すごいことにですね、サポートからですね YouTube の動画が届きまして、これ見てくださいみたいな形で、で送られてきて、でその動画を、見たんですけど、結論から言うとですね、このね説明書通りじゃなかったです。はい、なのでちょっと、やり方をね見ていきたいなっていうふうに思います。で、できない理由もちょっと分かったんですけど、とりあえずねやり方を、でまずね、アレクサアプリを、立ち上げます。画面右下のその他っていうのがあるんですよ。でそこで、まあ、前回と同じですね、スキルとゲームをタップして、検索窓で、スマートライフっていうのを検索します。で一番上に出てきているこのスマートライフっていうアプリを、タップします。でこれを有効にする、するとこういった、メールアドレス、まあ、国を選択して、メールアドレスもしくは携帯電話ね、あとパスワードっていうのは、このアプリ、これを使うためのアプリで登録した ID アカウントをねこちらに入力すればいいです。でなんでできなかったか、自分が、できなかったかっていうと、多分なんですけど、登録してすぐに、アレクサアプリにリンクさせようとしたからだと思うんですよ。1日経って、翌日にね
やってみたら普通にログインできるようになりました。なので皆さんももしできなかったらちょっとね時間を数時間空けてやった方がいいです。ちなみに僕の場合ね2時間空けてもダメだったので翌日にやってみたら、ログインできるようになってました。でここでねでログインするってすると普通に、こんな画面が出てくるの でここで許可すると、はい、すると、スマートライフアカウントが正常にリンクされましたっていうふうに出ます。はい、で、それが、許可ができたら次ね、またねアレクサの、ホーム画面に行って次ね下の方のねデバイスっていうところをタップします。で、上のところにね全てのデバイスってあるのでそれをタップします。すると、こんな形でね一覧で出てくるので自分の場合にはね一番下ですね自宅2階掃除機っていうのがあるのでここに登録されていてかつねここの下の部分が有効になっていれば、これでね、Alexa と、リンクができたので、ね、早速、試してみたいなというふうに思います。はい、ということでですねこれから、掃除機をねこのこいつにね、起動するように伝えて実際に2階の掃除機がねちゃんと起動しているかどうかっていうのを確認していってみたいというふうに思います。じゃあやってみましょう。アレクサ掃除機起動。はい、さあ今ね2階どうなってるかちょっと見ていってみたいというふうに思います。どうなってるんだ。こうなんか音してるね。はい、すると、こんな風にね、起動してくれてますね。素晴らしいね。はい、ちなみにねここで栓をしてます。で階段1階には行かないようにねなってます。でこのマグネットシートっていうのかなシールをこんな風にしておくとね、それ以上先には行かないので、まあ、結構安心できるっちゃできるかなっていうふうに思います。じゃ次にね、充電の、アイコンをちょっとタップしてみたいと思います。はい、こんな感じでねちょっとね最初、うまくいけなかったんですけどちゃんとね自分で、自動で位置調整をして、無事にねスタンドの方に戻ってくることができました。これでね、まあ、自動で、充電もできるっていうことで、まあ、いいかなっていう感じがしますね。はい、そんな感じです。はい、ということで、ね、実質今、20分ぐらい、2階のね作業部屋をロボット掃除機で掃除してみました。どれぐらいね、汚れが詰まってるのかちょっと見ていきましょう。どうだろうね。うわすごっ。そんなね汚れてるようには見えなかったんですけど結構汚れてますね。こんな感じですね。素晴らしいね。こんだけ取れればまあ結構いいよね。はい、ということでですねここからですね、私的な、おすすめポイントとあと気になるポイントをちょっとまとめていきたいなっていうふうに思います。で、ね、おすすめポイントから言うとやっぱりね、Alexa 操作とあとアプリ操作ですかねが、すごい使い勝手がいいなっていうふうに思いました。特にねやっぱりアプリ操作スマホ側で、操作できるっていうのは本当便利だなと思いました。やっぱり、以前使ってたiLife に関しては必ずリモコンが必要になってくるので寝室とかね作業部屋とかに必ずいてリモコンで、起動させるっていうことをやってたんですけどこのねアプリ操作になってからはスマホで一つでねできるのですごい便利かなっていうふうに思います。あとね価格帯なんですけれど、このねアレクサ対応タブレットとかねスマートフォン操作ができるっていうことも含めて、16,485円かな、現在のそのアマゾン価格はね iLife の
V5S Pro に関してが、1万5000円ぐらいだったので、数千円の差でね、まあ、タブレット操作、アプリ操作ができるっていうのは、どちらかというとやっぱりアプリ操作とかね、の方に軍配が上がるかなっていうふうに思います。次、磁気ストライプっていうのかな、マグネットシートみたいなやつなんですけど、これがね、やっぱりあるとないとじゃ結構違ってきて、ケーブル類とかね、部屋の隅にあるようなものに関しては、ロボット掃除機がどうしてもね、乗り越えてしまってたんですよ。アイライフの場合はね。なので、そこをその磁気ストライプでね、囲っておけばね、そこには近づかないっていうことなので、そこを避けてね、掃除してくれるっていうのはかなり便利かなっていう、ふうに思いました。あとはね、予約機能っていうのがあって、まあ月曜から日曜までっていうのをなんか時間帯指定して、予約することができるので、使う人にとってはね、これ結構便利かなっていうふうに思いました。で次にやっぱりね、ゴミが結構よく取れるんですよ。説明の最初のね、開封の時も反対側見せたんですけど、ブラシがついてくれてるので普通の掃除機と同じような感覚でブラシがついてるので結構やっぱよく取れるのかなっていうふうに思いました。はい、これもやっぱりね、いいなって思いましてね。あとね、ダストボックスが大きいんですよ。アイライフの場合は結構ね、小さかったのでゴミがより多くね取れるっていうところで、これも、おすすめポイントかなっていうふうに思います。まあそのちょこちょこね、ゴミを取らなきゃいけないっていう、溜まったゴミをね取らなきゃいけないっていう手間がなくなるかなっていうふうに思います。はい、じゃあね、次に、気になるポイントですね。で、段差ですね。ちょっとね、動画載せておくんですけど、自分の、作業部屋にはね、サイドテーブルを置いてるんですけど、そこにね、はまっちゃいました。一時するとなんとかね、自力で抜け出してはくれたんですけど、これがね、例えば自分がいない時に、掃除をしてもらってたりすると、ちょっと心配かなっていうふうに個人的には思いました。で次にですね、事前に、床に物を置かない対策っていうのをこれやらなきゃいけないっていうところがちょっと気になるポイントかなっていうふうに思います。これから使う人もちょっとこれをね、考えてほしいんですけど、自分がね、これまで使ってたアイライフの場合も寝室だけで使ってたんですけど、床に結構物を置いちゃってるんですよね。なのでその1週間に1回とか、2週間に1回自分は寝室かけてたんですけど、そのたんびにね、その床に置いてる荷物をベッドの上とかどかして、ケーブル類もどかして、掃除させるっていうことがありました。なんでここはね、気になる人は気になるかなって思うんですけど、自分的には今回この E20 を使って改めて思ったことが、作業部屋、さっきのね動画も見てもらったと思うんですけど、床にほとんど物を置いてなかったですよね。これね、床に物を置かないイコール部屋が綺麗に持続するっていう考え方っていうのもありかなって思うんですね。どうしてもやっぱり床に置いちゃうと部屋がやっぱり汚くなっていくというか、汚れていくっていうことが感じるので、これをね、ロボット掃除機を購入する人はそこも加味してね、購入した方がいいです。ただこのロボット掃除機を購入すると、嫌顔でも、床に物を置かなくなります。綺麗さを、部屋の綺麗さを維持するっていう風な考え方で言うと、これはね結構いいのかなっていうふうに思いました。自分もね、今後寝室だけじゃなくて作業部屋も E20 を使って寝室と作業部屋両方一緒にやろうと思っているので、そうするとね、床に荷物を置かないっていうことになるので、結構綺麗に、維持することができるんじゃないかなっていうふうに、個人的には思います。
はい、でね、もう一点最後に、気になるポイントなんですけど、アレクサアプリに接続するとき、ユーザーマニュアル通りじゃなかったんですよ。なのでここがね、一番引っかかるかなっていうふうに思うんで、まあ分からなかったらですね、ちょっと自分の動画を参考に、もしくはね、サポートに問い合わせて、送っていただいたね動画も、概要欄の方に、貼っておきますので、E20 をね購入される方はね、ちょっとねそれを、参考にしてみてください。はい、そんな感じかな。ということでですね、今回は、ご提供いただきましたキョーボルの、E20 というね、ロボット掃除機の商品レビューでした。この動画がですね良いと思いましたら、グッドボタンとあとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。